次に、学生生活について、保健科学部の学生より発表を行います。作業療法学科1年、二平昭さん、診療放射線科学科1年、渡辺誠也さん、よろしくお願いいたします。 これから学生生活について説明します。保健科学部診療放射線科学科1年、渡辺誠也と同じく作業療法学科、仁平昭です。どうぞよろ,よろしくお願いします。早速、まずはキャンパス紹介、アクセスについて、住居について、保健科学部学生の1日について、部活動サークル等について、受験について、以上の6点について、 説明したいと思います。まずはキャンパス紹介からです。まずはここ、多目的ホール。ここでは主に全学科共通科目の講義を行うことです。行うところです。スライドの左に見える写真は実際講義をしている風景となっております。次に、講義室です。この部屋は大小11個あり、 主に学科ごとの講義で使用されます。次に、運動学実習室です。ここはまだ実習で使われていませんが、この部屋には8台のカメラがついており、人間の動作を確認することができます。次に、日常生活活動実習室です。ここには、和室、浴槽、トイレなどがあり、日常生活の訓練ができるようになっています。 こちらのスライドの左にある写真もこ実際の講義や実習の風景となっております。次に X 線 CT 室です。ここでもまだ実習では使われていませんが、人体の断層撮影を行う場所です。次に分,線化分析科学検査実習室です。ここでは科学実験や顕微鏡を使った観察を行うことができます。 次に実習スペースです。現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から右上の写真のように全席に仕切りが置かれています。同じ階には教授の方々の研究室もあるのであります。次に屋上です。写真の手前と奥からは福島駅前キャンパスの周辺を一望できます。すみません。 また、ベンチも設置されているので、光日光を浴びながら朝食、昼食を、昼食をとるのもいいかもしれません。次は、ここ保健科学部の光、失礼しました。保健科学部の駅前キャンパスまでのアクセスについて説明します。ここは、駅前キャンパス、ここ駅前キャンパスは、福島駅東口から徒歩5分のところにあり、とても通い,いやすいところになっています。また、 東京駅や仙台駅、山形駅からも新幹線で通うことができ、ご覧の時間で福島駅まで来ることができます。次に、駅前キャンパスから光が丘キャンパスまでのアクセスについてです。大学病院,のある大学病院や医学部、看護学部のキャンパスがある光が丘キャンパスまでの移動はスペシャル シャトルバスや路線バスを利用することができます。シャトルバスに関しては、光がおけキャンパスでの実習や実験をするときに使用します。次は住居についてです。住まいの携帯は、本学部生は一人暮らしをしている人が57%、家族や親族と同居しており、実家から通っている人が43%となっていて、一人暮らしをしている人の方が多くなっています。 通学時間は住んでいるところによって異なりますが、福島市内は10分から20分、電車通学の人は郡山方面から1時間半分かけて来る人もいます。ちなみに一番遠くから来ている人は栃木県から新幹線で来ている人もいます。また、一人暮らしの住まいデータについて、一人暮らしをしている人は福島駅周辺が多くなっており、全体の約7割を占めております。 その他、一人暮らしをしている上で大変、一人暮らしをする上で大変なことは、部屋の掃除や自炊、皿洗い、買い出しとなっています。また、買ってよかったものは、クイックルバイパーやハーペット、電気ケトル、除湿器、プリンターです。プリンターは、自宅で講義資料を印刷するのに必要になるので、持っているといいと思います。 次は学生寮についてです。学生寮はここから約1.2キロ、光が丘キャンパスからは約7.5キロのところにあります。定員は全学部含めて84人です。食事提供は平日の朝と夕にあり、寮室は3人のアービアとなっています。寮費は月額4万9000円で、入寮専攻は家庭の経済状況、現在 現居住地と大学との距離等を踏まえ、必要性の高い人から書類選考で決まります。次に、次に、家さんお願いします。はい。すみません。はい。次に、保健科学部学生の1日について紹介します。これは、本学部のある人のある1日を表した円グラフです。私たちの授業、 一つの授業は60分で最大1日に7限まであります。1限目は8時40分からなので、住んでいる場所によって起きる時間は変わってきます。朝5時半に起き,起きる人もいれば、8時に起きて間に合う人もいます。午前の講義が終わると、1時間のお昼休憩があります。午後は5時半まで講義があります。このように1日授業の日もありますが、週に1、2回は午前中で終わる日もあります。 自由時間には友達とご飯を食べに出かけたり、バイトをしたりして過ごしています。今は期末試験に向けて夜遅くまで学校に残って勉強している人もいます。ここでちょっとした講義風景をお見せしようと思います。写真は作業療法学科の基礎作業学実習の様子です。調理をしたり、軽作業でコースターやタイルモザイクの作品を作ったりして、 活動には何の能力が必要なのかなどを実際に体験して学んでいます写真にはありませんが4学科の学生が混ざってカンファレンスを行い発表する授業もあります入学したての4月には高齢者体験や救命処置の訓練車椅子の扱い方などの実習もありました次にお昼休みですお昼休みには福島市のいろいろなお店が販売にやってきます お弁当やパン、時にはたい焼きなど、日によって異なっていて楽しむことができます。多目的ホールや7階8階の多目的スペースで自由に食べていて、7階8階からはきれいな街並みが一望できます。次は部活動サークル等についてです。現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、活動が自粛されていますが、 福島県立医科大学にはたくさんの部活動、サークルがあります。部活動やサークルは医学部、看護学部の生徒と合同で、ここ、駅前キャンパスではなく、光が丘キャンパスへ移動して行うので、多くの人と関わることができます。今から紹介するのは、そのような光が丘キャンパスで行われている部活動、サークルについてです。まずは運動部です。ソフトテニス部や男子バスケットボール部といった なじみのある部活動や聞いたこともないような部活動、興味深いものもたくさんありますね。運動部はすべてで28個あります。次に文化部です。管弦楽団や軽音楽部、また基礎医学研究会など様々なものがあり、合わせて11個あります。次にサークル同好会についてです。ダンスサークルやウィンドアンサンブル、 また、福島県立医科大学独自のサークル同好会がたくさんあります。気になる方は、大学ホームページをぜひご覧ください。今ご紹介したのは、光が丘キャンパスの部活動サークルでしたが、今後、駅前キャンパス独自のサークル部活動もできるかもしれません。今はもうすでにボランティアサークルトゥモローが存在しています。皆さんが入学してから立ち上げることももちろんできます。 最後に受験についてお話しします。今年度の選抜要項がまだ公表されていないので、参考として昨年度の入試内容を紹介します。受験方法には、学校推薦型選抜と一般選抜があります。学校推薦型選抜は、福島県内の高校生のみで、一つの学校から各学科2名まで出願できました。 また、試験日程は12月上旬の2日間に分けて行われ、初日は総合問題、2日目は面接となっています。共通テストは課されません。合格発表は12月下旬ごろ行われました。次に、一般選抜です。一般選抜は共通テストと二次試験の合計点数で判定されます。二次試験には筆記試験と面接が行われます。 試験日程は他の国公立大学と同じで2月下旬の2日間、初日は筆記試験、2日目は面接となっていました。筆記試験の内容は理学療法学科と作業療法学科は総合問題、診療放射線科学科は数、A、D の個別学力検査、臨床検査学科は理科2科目と外国語の個別学力検査となっていました。 これから受験を控える皆さんが少しでも受験の対策をしやすいように周りの人にアンケートを取ってまとめてみました簡単ではありますが少しでも役に立てれば嬉しいですまずは学校推薦型選抜と作業療法学科理学療法学科に課される総合問題についてです総合問題は英語の読解力をつけることが大切です英単語も大切になります数学は図表の読み取り問題の練習をしておくといいと思います 私たちが試験を受けたときには過去問が存在しなかったので、本学の看護学部の問題を主に練習していました。次に、診療放射線科学科と臨床検査学科に重ねる学力調査、学力検査についてです。理科は反復練習あるのみです。英語は単語力、要約力が必要となります。他の国公立大学や私立大学の医療系学部の赤本で対策するといいとのことでした。 最後に、全学科に重ねる面接についてです。医療人を志すものとして、人を助けたい気持ちを持って、普段から物事を考えることが、受験にも将来にも役立つと思います。また、医療・福祉の話題に日頃から興味を持つといいと思います。自分が志す職業について、よく知っておくことも大切です。面接は、自信がつくまで何度も練習することが鍵となります。 以上で私たち学生からの発表は終わりです。来年の4月、ここでまた皆さんとお会いできるのをとても楽しみにしています。